けで、我が社は未曾有の危機にあります。前作が失敗してしまったため、お給料は出てませんし、もし次も失敗してしまったら、フラワーはおしまいです。うるさい。前作はソフトのエッジでしたが、もう失敗は許されません。で、これ何？あ、この子はですね、今日からこの会社に勤めることになりました。え、もう一度お願い。今日からこの会社に勤めることになりました、望月智也です。よろしくお願いします。勤めるって就職？バイト？うん、どっちにしても本気なの？うちに今そんな余裕は。ひよりさん、なんとか言って。うんの仕事は、あ、なんですか、まさかついに会社を畳めと。ご苦労様、もう帰っていいわよ。うん、どうせあんたたちじゃ歓迎会とかろくに開いてないだろうと思ってね。おれ、でしょ、気の利いた一発芸か何か。はあ、持ってて当然じゃないの。あはは、キサちゃんは強いですね。私は強い人好きですよ。だから男なんて。それだけの口を聞くなんて、よっぽど実体験も豊富なんでしょうね。それは童貞です。お話になりませんね。なら皆さん実体験は。最近は。そう、仕事が忙しいから。別に不自由は。嘘だな。そこまで言うなら一肌脱いでもらおうかしら。文字通りね。ん、言ってって現実だったのか。俺はなんてこと。何もできない俺があの会社でできること。よし、本当にすいませんでした。貴様、まあ、望月くんも被害者なわけですし。これだから男性って信用できないんですよ。見てほしいものがあるんです。何これ。俺が今までプレイしたエロゲーからチョイスした理想とするエロい構図や描写の資料です。参考になればと。喘ぎ声や擬音のデータ。うん、こういうノリがエロいのか。エロゲ売上情報。あんた、この量を一人で。すごいです、望月くん。皆さんは女性だからエロに対する興味が薄いのかもしれませんが、エロを知らない人間にエロは作れないはずです。俺、フラワーの次回作を何としても成功させたいんです。あんたって本当にエロゲーバカなのね。わかったわ。ありがとう。みんなの仕事のチェックをやってもらいます。こいつまだ素人じゃない。みんなほとんどエロゲーをプレイしたことがないわけですし、この中の誰よりも一番エロゲーに詳しいのは望月くんですから。もしもし、フラワーでございます。あ、お世話になっておりますです。どうぞ。あの、社長。はいはい、何でしょう。この部屋、暑くないですか？そんなことあるわけないじゃない。その通りです。確かに暑いですけど、これって壊れてないですよね。ママ、はい。皆さんの PC を起動させたままの状態でクーラーをつけると、ブレーカーが落ちちゃうんですよ。けど、去年はどうしてたんですか？それは実はみんなで服を。ねねちゃん、脱いでたよね、服。あまりにも暑かったのでみんなで下着姿になってました。そんなことが。何にやけてんのよ、気持ち悪い。もうこいつに。お疲れ様でした。お先。感想を言ってみなさいって言ってんの。はい、前よりエロくなってるんですけど。
ああもうそんなイメージの話をされたってわからないわよ。まあ経験があるならわかるのかも。じゃあ出しなさいよ。はい？